察しに来ておるということです。ひまちゃんにお勧められてきたんですよ。なぜかというとこちらです。これ台湾の雑草がミルクティー。あ、なんかリンゴもあるんだな。タピオカのリンゴジュースがある。すごいね、リンゴジュースも飲む。あ、マンゴーがある。本当だ、それしかないね。じゃあ、ちゃんはミルクティー飲みたいと思います。すっかり。しーちゃん、サーモンあるよ、うん、あ、本当だ、まだサーモンいっぱいあったね。え、ママのタピオカもお願いします。しほさま、ママのタピオカもよろしくお願いします。ミルクティー、どうしようかな。リンゴかマンゴー。ミルクティーがいいかな、やっぱり。よかった、2回にしてきましたので、リムマグヨ。ピョ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 。発射、発射、発射した。何カッコした？カッコした。ああ、そういうこと。上と下ってこと。返却？来ましたね。パンケーキよ。ね、本当だ。生ドラプリ。ドラッグ。これリミが頼んだの？リミ三皿頼んだの？これ、うん、あ、しーちゃんか。いただきます。はい、白お皿なんだね。おいしい。注文品が到着しました。今来たんだ。あ、来た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 。しほちゃんのかな。ありがとう。バイバイ、うん、バイバイ。めっちゃ手振ってる。どう、リミ、マグロ美味しいですか？わさびどうぞ。好きね、リミもお刺身っていうか、お寿司ね。醤油ラーメンがある、美味しそう。うん、ラーメンとかも美味しいよね、やっぱね。寿司屋さんのラーメン美味しいね。うん、ね。塩はうどん派だけど。お待たせしました。タピオカ来ました。ママも2つね。飲んでみましょう。これひまちゃんがめっちゃおすすめする。うん、めっちゃ美味しいってね。スシローよりこっちの方がいいかなみたいな。そうで、スシローはね、もう何回か飲んだから、かっぱ寿司に行ってみます。このお皿欲しい。どれ？ひまちゃんがいい。あ、そうね、このお皿ちょっと可愛いよね。こっちだ。早い。じゃあ飲んでいい？待って待って。あら、あら、あら。餌がついた。ねえ、このわさび超しない。もっとあるよ。はい。飲んでいいでしょうか？いいですよ。いただきます。入った？どう？あ、ママも。いただきます。どう？もちもち。私がもちもちしてる。うん。めっちゃもちもちしてる。あ、なんかタピオカ自体もなんかちょっと甘い。ね、味がちゃんとついてる。美味しい。本当だ、スシローとね、本当。美味しい。甘い、でも。なんかね、甘いね。ね、甘みがすごいある。美味しい。緑って大丈夫なの？うん。ちょっと頼む。いただきます。うん、そう、かっぱ寿司は醤油皿があるんですよね。あれに醤油皿使えばよかったのに。スシローの癖でこれになっちゃったの。甘辛だった。リミもう二皿完食？いや、いつの間にか。わさびはない。今の。ああ、ちょっと。ハプニング。小ハプニング。あと余ったやつ持ち帰りに。本当だ。すげえ。良心的だね。今カッパ寿司もいいね。大丈夫ですか？わさびないか。あります。わさび置いてある。
いろいろ違う、うん、白と白お持ち帰りできるの、余ったやつもう余らないでしょ、余らないって言ったじゃない、また興奮、余らないでしょ我が家は、あ、持って帰るもんないじゃん、ちょっと笑わせないでくれる、かっぱ寿司詰め放題よ、意味なくない、そんな回転寿司来てあそこに、あそこのお持ち帰りの箱に詰めてたり、鼻の穴がひどすぎだよね、なんかね、聞いてるとね、ママのことを言ってあるんだ、じゃあ持ってきて、持ってきて、ごめんごめん、リミが水を手に取ってきてくれたね、うん、ありがとうリミ、うん、リミありがとう、リミ偉 い, 偉いちゃんと水持ってきてくれた、偉い、ありがとうね、ありがとう、あーリコちゃんだねリミ、みんなの分持ってきてくれたの、しかもありがとう、リミ偉いよ、ありがとうね、いただきます、いい食器食べんの、うん、リム食べる？うん。でっかいの。いいね。リム一二三四五五皿目？すごいね。変わらずお寿司屋は。本当ペースが早い。ね。幸せそうな顔して。一二三四五六皿目。すごいねリムちゃんは。マグロとたくあん、マグロとろろ、ママっぽいチョイスが、ママっぽい、大好き、ママこのとろろのやつが好き、山かけ、美味しいですか、もうお腹いっぱい、さすがにもうお腹いっぱい、ゆりみ何皿、6皿、6皿よく噛むんだよ、お水あるからね、あ、なに、ちょっとちょっとちょっと、水、水、水飲む、大丈夫、一気に入れちゃうとでもよく噛んでね、めっちゃ美味しいです、美味しいね、リミも飲んでみたら、甘い、うん、甘い、来た、タピオカ、プレミアムプリン、どう、タピオカ甘くない、タピオカ、あ、タピオカ甘い、甘いよね、美味しくない、どう、美味しい、美味しいよね、どう、気に入った、気に入った、かっぱ寿司気に入った、他のも美味しい、え、他のお寿司も美味しい、美味しい、ね、美味しい、ね、どう、気に入ったリミ、うん、気に入った、かっぱ寿司、うん、タピオカも美味しかったでしょ、うん、来ましたしーちゃん来ました、エビ味噌ラーメンです、これかな、これね、これ頼みました、結構ちっちゃいねそう、こんなもんでしょう、みんなしてちっちゃいちっちゃい、で、お寿司屋さんのラーメンは普通こうだよ、そうだよね、パパのレンゲとか病室がいいよ、あれパパはでもエビ大丈夫、パパいいよ、パパはエビが苦手らしいので、帰ってパパ以外の3人で食べます、あとダイエットでさ、ラーメンをエビとカニ飼っててね、エビ飼ってカニは飼ってるだけ、ザリガニ飼ってる、それでね、うん、あ、かわいそうだから食べたくないって言ってんだよ、そっか、そうだね、そう、でもそれ言っちゃったら何でも食べれないんだよ、お肉もさ、全部豚とか、豚飼ってた、あ、飼ってたの、飼ってたの、パパは飼ってたね、動物全部ね、食べれないんだよ、うん、そりゃ食べれない、美味しそう、いただきます、塩だけ、お、量が多い気がする、もっとあげる、いいよいいよ、食べな食べな、シロンの誕生日、イオン、おいしい、うん、
どう？いい感じ？どこにも行ってない、かわいそう。でも来たよ、コーヒーゼリーの。ずっとママがこっち向いてる。だってスプーンの大きさがなんだ。それはだから、絵だから。写真はそういう、持って撮らないと。人間だって写真盛るじゃん、今の時代ね。アプリ使ってさ、激盛りじゃん、写真も。ん？盛りすぎ？盛りすぎだって。盛れる。ちょっと入れすぎじゃん。ちょっと汚いよ、あなた。やばいよ、漏れる。写真漏れる？違うよ。違うよ、漏れる？漏れる。溢れるでしょ、漏れるじゃなくて。もう変なこと言わないで。え、なんで？溢れるっていうの、そういう時は漏れるじゃないの。何？なんか使い方違うよ。え、漏れるじゃん、ほら、漏れるよ。漏れる。溢れるって。漏れるわ。漏れるわ。トイレ？トイレじゃない。すごい食べ方だね。どう？お味は。コーヒーの味。いや、そうでしょ、コーヒーだもん。コーヒーゼリーだ。いきます。どう？おいしい。おいしい。わ、めっちゃおいしい。めっちゃおいしいって。よかったね、目がまんまるになってる意味。めっちゃおいしい、よかったね。目が大きいまま、ほら、目が大きいままになってる。そんなに美味しかった？口もでっかい。美味しい？めっちゃ目が大きくなってる。いいね、これ美味しそうだね。見た目はあれだけど。最後の一口いただきます。何だ？ママの好きある。完食。美味しかった、めっちゃ美味しかった。ね、美味しかったね。美味しかった。タピオカ美味しかったね。めっちゃ美味しかった。ひまちゃん、やっぱ最強。ひまちゃんが最強だな。また来ましょう。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。グミ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 ペア。サンジーがおやつだ。